はい、どうもご機嫌いかがでしょうか。ティーチングプロドラマーのついでございます。ということでドラムよもやま話のコーナーでございます。とで今回はですね、あの質問をいただきましたので、まあ、ちょっとその質問にですねお答えしたいなと思っております。はい、質問者はですねロキソニンさんですね。辻さんこんにちは。私は大学の軽音楽部でドラマーとして活動しています。ドラムと言ったら切り離せないのはベースだと思います。辻さんの好きなベーシストや活動してきてこのベーシストすごいなと思った方を教えてください。また演奏中にベースのどんなところを聞いていますか、というですね、質問をいただきましたのでですね、まあ、今回も、まあ、辻のケースとしてお伝えしたいなと思っております。まあね、一人ずつね結構こう深く話していくと結構ね本当長い動画になっちゃうんで、もうパパパッと、紹介したいなと思うんですけども、まず一人目はですね、韓国のベーシストの方ですね、 HJ フリックスさんですね。もう HJ さんといえばもうね、知ってる方はもうね、もうあの、プレイの前にまずね、あの格好の方をね、あの、パッと出てくる方も多いのかなと思うんで、概要欄にちょっとあの、載せておきますね。HJ さんの YouTube チャンネル。やっぱものすごい人気の方なんでね、プレイも本当にね、素晴らしいんですよね。本当に初めて一緒に音を合わせたのが、もう10年ぐらい前だと思うんですけどね、やって、で、その時からもう本当にスラップ、の名手ですよね。本当にあのね、音がねこう横からこうスピーカーがモニね、ベーアンが横にあるのに後ろから音がドーンってくるんですよ。後頭部をねなんかこうドーンってこうねもうどつかれてるみたいな、もうすごいんですよ。もう本当に頭が前にねこうゴンっていくぐらいのこうまず音圧、そしてあのもうプレイの本当にキレの良さですね。スラップのキレの良さでね、絶対ねやっぱねリズムがよれないっていうのはやっぱすごいですよね。どんな状況においてもやっぱベースをあのリズムをねちゃんとピシッとこう揃えてくるところっていうのはやっぱすごい上手いなと思いますね。もうあの来てほしいなと思った時にもう必要以上に来るくらいの感じですね。本当にすごい。でもね、すごくね、音楽的な造形もすごく深い方なので、スラップ以外のその指弾きだったりだとかっていうのも、本当にすごくね、情緒豊かな音を出してくれる方だなって感じですね。その、ただテクニカル的なんじゃなくて、なんかこう、人間的ななんかこう悲しみだったり温かさだったりとかっていうのをすごく感じるベーシストだなっていう意味では僕はすごくやりやすいなと思いますね。二人目はですね、江川法人さんですね。相葉ね、本当にあの法人さんも大変な中でずっと続いてますけれども、僕は法人さんのライブに何回かね、何回かっていうレベルじゃないな、あの構造さんと一緒にやってるんですよね。構造さん、法人さん、あと、田川博明さんっていうね、盲目のギタリストの方ですけど、やってる手数セッションっていうのがあるんですけど、手数セッションと僕のバンドが対バンっていう形で、演奏したことあって、で、最後にね、アンコールで、2バンド、手数セッションと僕のバンド、合同でね、アンコール演奏したんですけど、まあ、その時の、その、法人さんのベースっていうのが、強烈すぎちゃって、もう、HJ さんの音がね、こう、まるでドンキのようにドーンと来るっていう話をしたんですけど、まあ、法人さんはね、なんでしょうね、あの、どっちがすごいとかっていうわけではないんですけど、法人さんも全く同じなんですよね。もう、こう、横にいるはずなのに、ベーアンも横にあるはずなのに、真後ろからドーンと来るんですよ。ピークがどこまで音がこう増えてくんだろうとか、どこまで音色がこう変わってくんだろうって、こう、なんでしょうね、そこが見えないんですよね。もうなんか、もう青天井というか、もうそこが全く見えない。もうどこまでもぐーっと行くんじゃないのかなって思うぐらい、もう怖いですよね、ある意味ね。すっごい、もうそういう意味ではもう手も足も出ないなって。圧倒的という言葉がもう最も当てはまるベーシストだなと思いましたね。そして3人目がですね、水野正俊さんですね。はい。何回か私の動画の中でも名前が出てるんですけども、まあ、これこそね、構造さんがずっと長年やってきたバンド、フラジャイルですね。水野正俊さん、菅沼構造さん、そして、やぼり光一さんっていうね、このもう、日本の三怪人が集まったバンドでしたけれども、まあ、これもね、まあ、深く話すと
長くなっちゃうんで、いつかねその水野さんも動画にねゲストでお呼びできないかなと思ってますので、その時にねお話ししようかなと思いますけれども、水野さんとね一緒にだいぶバンド組んでライブをやったことがあるんですけど、本当にね水野さんは何やってんのか分かんないですね。もうね なんだろうそのフレーズみたいなことを、まあ、バーって言って、別にこれ悪口じゃないでしょ、もう難しすぎて僕には分からないんですよね。もう何をやってるのか分かんない、妖怪ですよ、本当に妖怪ベーシストだなと思うんですけど、でもね本当に圧倒的な存在感ですよね。そのベースでなんですけど、本当圧倒的な水野正俊っていう存在なんですよね。これがなんか確立されてるベースだなと思うんですよね。だからもうなんか、あもうあなんかこれ水野さんっぽいなっていうか、これ水野さんだろうなと思って、クレジットとかねこう見ると、あやっぱ水野さんだみたいなねだからもう聞けば一発で水野正俊さんだって思うベースっていうのは、まあやっぱ僕にとってはもうすごい衝撃でしたね。特に僕が高校、2年生の時に初めてね水野さんの演奏を CD で聞いたんですけど、まあそれまではねあんまベースってあんまり考えたことなかったんですけど、まあ、水野さんのベースの音をね最初に聞いて もう頭が爆発しましたよねそして4人目が、永井俊美さんですね。もうこれはもう何でしょうね、イフのねというか、なんて言うんでしょうかね、あのもう全てが完璧すぎちゃって、もう怖いというか、リズムだったりそのベースの音色だったりだとか、そのハーモニーだったりだとか、もう付け入る隙が何もないんですよね。もう完璧すぎちゃって、もう揺るがない存在みたいな、まあ、あの僕もあの永井さんね、一度その構造さんのバンドと、まあ、永井さんがベース弾いてるバンドと対バンさせてもらって、先ほどの映画法人さんと同じで最後アンコールで一緒に演奏させてもらったんですけど、まあね2回ぐらいあるんですけど、僕はまあねすごい、もう本当に寸分、もう針の穴を通すというレベルですよね。本当に、で音色もすごく美しくて、もうなんでしょうね、本当に火の打ちどころがないベーシストだなって思って、あの叩きましたけど、あんなに完璧だとなんか叩かなくてもいいじゃんって思いますね。まあね、あの他にもね、あの僕の好きなベーシストだと、まあ青木智人さん、もうね随分前に亡くなられてしまいましたけど、青木智人さんや、もうこれはもう絶対外せないですけど、ジャコパストリアスさんね、ジャコパスですよね。そしてまああとね、アンソニー・ジャクソンさんなんかもね僕はすごく好きなんですけど、まあこの辺のねそのベースのこの細かい解説に関しては、まあベースの YouTuber の方にお願いしたいなと思うんですけども、まあ本当にね今言ったあの4人、そして、青木智人さん、ジャコパス、アンソニー・ジャクソンさんなんかは、あのドラマーでもね全然聞いておいてもう全く損はない、まあ、あの損のあるベーシストなんかって誰一人いませんけれども、あのぜひあの聞いてもらいたいなと思っております。演奏中にベースのどんなところを聞いていますかっていうところの話なんですけど、あのまあ本当ここのだけの話するとすっげえ長くなるので、まあ要点だけお話しさせていただくと、僕はねそのベーシストのその細かいフレージングってそんなに聞いてないんですよ。そのなんかよくベースとバスドラをこう合わせるんだとかってあるんですけど、まあ合わせすぎてもなっていう部分もあるんで、僕はあんまりそのなんか逐一聞いてないです。だけどそのベーシストのその何ですかね、こうリズムの波っていうか、まあ本当にざっくばらんに言うと、まああの結構前に突っ込む感じの人なのかなとか、後ろに結構レイドバックする感じの人なのかなとか、あ割とジャストめなのかなとか、あのそういう本当にざっくりした情報をまずは聞くようにしてます。だからベーシストのそのフレーズをいちいち全部聞いてるってことはしてないです。本当にまずはこのベースの人がどういう風に聞こうとしてるのかなっていう、そのざっくりとした情報だけは聞くようにしてます。でもそのドラマーだからベースをしっかり聞くっていうわけではなくて、ドラマーは別に全部聞くので、でその中でやっぱりベースとドラムっていうのがある程度まあ親和性が高い部分がまああるよねっていうところで、まあそういう風にまあ聞いたりはしますけど、僕は結構どっちかというとメロディー楽器の方を優先的に聞くのであれなんですけど、まああのまずは本当にベースの大きなその波ですよね。この人はどういう風にリズムを解釈してるのかなっていうところだけを僕はまずは聞くようにしています。はい、ということで、まあ、今回はですね、辻の
思う、すごいベーシスト、を 4人ですね、ご紹介しました。これからもですね、この辻和也の変なドラムチャンネルではドラムにまつわる情報や質問などね、お答えしたいなと思ってますので、概要欄にね、あの質問ボックス、あの質問のリンクありますので、ぜひぜひ、どんなことでも構いませんので、質問をお寄せくださいませ。動画内にて発表したいなと思っております。ということで、またお会いしましょう。それではね、バイバイ。